令和2年防衛省記録。我が国を取り巻く安全保障環境は極めて速いスピードで変化しており、宇宙およびサイバーなどの新たな領域の安定的利用の確保、海上交通の安全確保、大量破壊兵器の拡散への対応、国際テロへの対応など一国のみでの対応が困難な安全保障上の課題が顕在化しています。パンデミックとなった新型コロナウイルス感染症に対応しつつ活動した令和2年の防衛省自衛隊の取り組みについて振り返ります。新型コロナウイルス感染症は12月全世界で8000万人以上の感染者、170万人以上の死亡者が発生するような未曾有の事態となっています。日本国内においても20万人を超える感染者が発生し、政府は令和2年4月7日から同年5月25日まで緊急事態宣言を発令するなど対応に追われました。このような非常事態において防衛省自衛隊は令和2年1月31日から帰国邦人などに対する緊急支援や民間船舶ダイヤモンドプリンセス号への対応を、3月28日から帰国者などに対する検疫支援、輸送支援、宿泊施設における緊急支援、自治体職員や民間事業者への教育支援を実施しました。自衛隊にとって大規模な感染症対策は初めての経験でありましたが、生物化学剤防護に対する教育訓練の成果を生かし対応してきました。その結果、これまでの派遣にかかる活動で自衛隊員に一人の感染者を出すことなく任務を完遂しました。また防衛省自衛隊は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、防衛省ホームページなどに特設ページを設け、感染症防止対策などを公開しました。また新型コロナウイルス感染症対策を行う中で得られた情報、教訓、知見については、世界各国へ配置されている我が国の防衛駐在官や在京大使館などを通じ各国へ共有したほか、令和2年の実績として24カ国1機構と防衛省電話会談もしくはテレビ会談を実施しました。自衛隊は各種事態に迅速かつシームレスに対応するため、平素から我が国周辺海空域において情報収集・警戒監視を行っています。自衛隊は我が国周辺海域において国連安保理決議違反が疑われる船舶についての情報収集も実施しており、平成30年から令和2年12月末までの間に計24回の北朝鮮船舶による違法な洋上での物資の積み替え、いわゆる背取りと強く疑われる行為を確認し公表しました。自衛隊は我が国周辺を飛行する航空機を警戒管制レーダーや早期警戒管制機などにより探知・識別し、領空侵犯の恐れのある航空機を発見した場合には戦闘機などを緊急発進、いわゆるスクランブルをさせて、その航空機の状況を確認し、必要に応じてその行動を監視しています。2月オホーツク海上空においてスホーイ34戦闘爆撃機を対領空侵犯措置により初めて確認しました。島嶼部を含む我が国への攻撃に対しては必要な部隊を迅速に機動展開させ、海上優勢・航空優勢を確保しつつ、侵攻部隊の接近・上陸を阻止することを基本としています。南西地域の防衛体制強化のため、3月には宮古島に地対空誘導弾部隊及び地対艦誘導弾部隊を配置しました。今後は石垣島にも初動を担任する警備部隊などを配置することとしています。上属監視体制の強化のため、3月に警戒航空隊を警戒航空団として格上げし新編されました。また部隊の迅速かつ大規模な輸送展開能力を確保するため、3月オスプレイを運用する輸送航空隊を新編し、
米国からオスプレイを受領して、11月には国内に初飛行を行いました。我が国の弾道ミサイル防衛は、我が国を取り巻く情勢から常時継続的な体制を長期にわたって維持することが必要であることから、2017年12月以降、イージス・アシュア2機の導入を進めてきました。しかし、米側と協議を行い、検討を進めてきた結果、迎撃ミサイルの飛翔経路をコントロールし、ブースターを演習場内または海上に確実に落下させるには、システム全体の大幅な改修が必要となることが判明しました。そして、追加コスト及び期間をかけて改修することは合理的ではないとの判断がなされ、結果として地元の皆様に約束していたことが実現できなくなったことから、6月にイージス・アシュアの配備にかかるプロセスを停止しました。12月、新たなミサイル防衛システムとして陸上配備型イージスシステムに変えて、イージスシステム搭載艦2隻の整備を決定するとともに、スタンドオフ防衛能力の強化のため、新たなスタンドオフミサイルの開発を行うことが閣議決定されました。防衛省として本閣議決定に基づき、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、引き続き着実に防衛力の強化を図ってまいります。防衛省自衛隊は、平素から宇宙、サイバー、電磁波の領域において常時継続的に監視し、情報の収集・分析を行います。そして自衛隊の活動を妨げる行為が発生した時には、速やかに原因を特定し、被害の極限、被害復旧などを迅速に行います。宇宙領域においては、令和5年3月末までに宇宙状況監視体制を構築することを目指しており、5月本格的な宇宙状況監視体制の運用開始や装備品の導入に先立ち、宇宙作戦隊を新編しました。サイバー領域においては、情報システムの安全性確保や専門部隊によるサイバー攻撃対処など総合的な施策を行っています。令和3年3月末にはサイバー防衛隊をさらに約70名増員し、約290名と拡充します。電磁波領域については、航空自衛隊が電波情報収集機 RC2 を配備しました。 RC2 は電磁波領域の優勢を確保し、領域横断作戦の実現に不可欠な装備品です。自衛隊は豪雨をはじめとする自然災害の発生時には、地方公共団体などと連携・協力し、さまざまな活動を行います。7月上旬からの大雨に伴い、熊本県、福岡県、大分県及び山形県の各知事からの陸上自衛隊の各部隊に対して災害派遣要請があり、人命救助及び生活支援にかかる災害派遣を実施しました。この災害派遣では、即応予備自衛官を最大約400名、予備自衛官を最大約100名招集する自衛隊行動命令を発出し、即応予備自衛官などが現地において活動に従事しました。自衛隊は都道府県知事などからの要請を受け、新型コロナウイルス感染症の市中感染拡大防止のため、33都道府県において災害派遣などを行いました。この災害派遣では、自治体職員などに対し、防護衣の着用要領などの感染防止教育をはじめ、宿泊療養者に対する緊急支援、病院から宿泊施設間の患者輸送、離島で発生した陽性患者の航空機による空輸などの活動を実施しました。今年、締結から60周年を迎えた日米安全保障条約に基づく日米安保体制は、我が国自身の防衛体制と相まって、我が国の安全保障の基軸です。現下の新型コロナウイルスの感染拡大の中にあっても、
日米の連携を強化するための共同訓練を実施してきています。10月から11月にかけて自衛隊約3万7000名、米軍約9000名が参加する最大規模の実動演習である令和2年度日米共同統合演習キーンソード21を実施しました。本演習では水陸両用作戦、陸上作戦、海上作戦、航空作戦のほか、宇宙状況監視、サイバー攻撃対処、電子戦といった新たな領域にかかる訓練を実施しました。また沖縄の負担軽減を図るため、現在普天間飛行場に所在する MV-22 オスプレイの訓練活動を移転する取り組みを実施しました。平素から日米は様々な海空域においても共同訓練を実施しています。8月には海事護衛艦イカズチと米空母ロナルド・レーガンなどが沖縄南方海空域において日米共同訓練を実施したほか、航空自衛隊は日本海や東シナ海周辺空域などにおいて米空軍戦略爆撃機 B-1 などと各種訓練を実施しました。また6月には航空自衛隊に所属する第302飛行隊の F-35A が三沢基地にてアメリカ空軍第35戦闘航空団が実施するエレファントウォークに参加しました。両国は強固な日米同盟及び三沢基地における日米空軍主官の友好関係を確認しました。これらの共同訓練などの取り組みを通じ、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していくことは、地域の安定化に向けた日米両国の意思と能力を示すものです。二国間・多国間の防衛協力・交流を多角的かつ多層的に推進し、望ましい安全保障環境の創出につなげていくことが重要となっています。2月、当時の河野防衛大臣は第56回ミュンヘン安全保障会議に出席するためドイツを訪問し、ウクライナ国防大臣との初めての防衛相会談を行ったほか、カナダ、フランス及びドイツの国防大臣や EU 上級代表、NATO 事務総長との2国間等の会談を行い、防衛協力、交流や地域情勢に対する意見交換を行いました。12月、岸防衛大臣はテレビ会議形式により開催された第7回拡大 ASEAN 国防相会議、通称 ADMM プラスに出席して、我が国の立場や見解について意見を述べたほか、ADMM プラス創設10周年を記念した式典にも出席し、ADMM プラス国を代表しスピーチを実施しました。ADMM プラスはインド太平洋地域における唯一の政府主催の国防大臣級の国際会議であり、防衛省自衛隊は一貫してこれを重視しています。本会議では地域的国際的安全保障環境を議題に意見交換が行われ、ADMM プラスの戦略的安全保障ビジョンに関する共同宣言を採択しました。同日、岸防衛大臣は日 ASEAN 防衛担当大臣会合に出席し、 ASEAN 各国の国防担当大臣と実践的な防衛協力について意見交換を行い、日 ASEAN 防衛当局サイバーセキュリティ能力構築支援事業を新事業として発表しました。多国間共同訓練としては、1月から3月にかけて自衛隊が多国間共同訓練コブラゴールド20に参加し、16回目となる今回、初めてサイバー攻撃などの対処や降下訓練などを実施しました。11月、海上自衛隊は2回にわたって日米印合共同訓練マラバール2020を実施しました。マラバールへの豪州海軍の参加は2007年以降約13年ぶりであり、海上自衛隊の戦術技量の向上はもちろん、4カ国の海軍主官の連携を強化する上でも大きな成果がありました。
こうした協力・交流の深化は、自由で開かれたインド太平洋の維持・強化につながるものであり、地域の平和と安定に貢献するものです。防衛省・自衛隊は、安全保障・防衛関連分野において、様々な国の能力構築支援を実施しています。令和2年における取り組みとして、2月にはラオスに対する能力構築支援事業として、ラオス人民軍の指揮官及び施設機械操作要員など21名を日本に招聘し、陸自施設学校において道路復旧、災害復旧等に係る教育を実施しました。この招聘を通じ、日本とラオスの人道支援、災害救援分野における協力関係の強化を図りました。同じく2月、インドネシア軍に対する能力構築支援として、同国軍関係者8名を招聘し、陸自東北方面総監部や日米共同統合防災演習の研修などを行いました。また、この事業には JICA が招聘したインドネシア国家防災庁職員2名も参加しました。今回の招聘を通じて、防衛省・自衛隊は自衛隊の災害対処能力向上のための取り組みについて参加者の理解を深めることができました。このような取り組みに加え、自衛隊がこれまでに蓄積してきた知識と経験を有効に活用し、能力構築支援を行うことは、我が国と相手国との友好関係を強化するだけでなく、相手国軍などが国際の平和及び地域の安定のための役割を適切に果たすことを促進し、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出することに寄与しています。2019年4月から初めての国際連携平和安全活動として、シナイ半島に所在する多国籍部隊監視団 MFO の司令部に要員を派遣しており、現在要員2名が停戦監視活動に関するエジプトおよびイスラエルとの連絡調整や対話・信頼醸成の促進支援等に従事しています。また国際連合南スーダン共和国ミッションアンミスに2011年11月から司令部要員を派遣しており、現在司令部要員4名がそれぞれ兵站・情報・施設・航空運用各業務に関する企画及び調整等に従事しています。アンミスへの司令部要員派遣は、我が国の積極的平和主義の実践の具体例の一つです。我が国としては、今後とも積極的平和主義の旗の下、これまでの活動の実績の上に立ち、我が国の強みを生かし、能力構築支援の強化、部隊及び個人派遣など国際平和協力分野において積極的に貢献していく考えです。7月、収入の確保のための取り組みとして、防衛省として初となる不要物品の競り売りを行いました。競り売りには、水筒等の陸自個人装備、退役した練習艦やま幸のソーダリンや空自パイロットのヘルメット、輸送機の操縦艦など29品目が出品されました。いかがでしたでしょうか。今後とも防衛省・自衛隊は、国民の生命・財産と平和な暮らしを守り抜くために、日本の防衛・国際平和に向けた幅広い活動を引き続き行ってまいります。